確かにね、小林さん、どっからどこまでが、どっからどこまでが、小林優で、どっからどこまでがそれ以外なのか、ちょっと、測りかねるところがあるんですけれども、そうですね、まんまですまんまですまんまですね。何のまんまいや、もうそういうところがね、皆さんは、よろしくお願いいたします、みたいな小林さんのイメージから、わーおーとか、歌えろよみたいなのが想像つかないと。違う、今そういうとこじゃない。そういうとこじゃなくて、今小林さんの話してんだよ。そういうところがまず想像つかないと。そういうイメージで持たれてるのは、小林さん的にはどうですか？あ、なんか、その、なんて言うんですか、うん、そういった、こう、パンツのシーン。あ、パンツのシーン、ワオとか。ところが、自分の意思かっていうことですよね。そうそうそう、まあ自分の意思だよね。そうですね。そういうの考えさせていただいて、採用させていただいたので、とても嬉しく思っています。すごく。りょうこちゃん、声を出さずにさ、臆せばないでくれる。ラジオとして成立しない。この空気を私が壊したくないなと思ったの。この困ってる神谷さんと、マイペースなゆうちゃんの幸福は壊せないと思ったの。ごめんなさい。私ももう、本当に今日はついていきたいと思ってきましたので。マイペースではありません。いやいやいや、すいません。ついて、いきます、私が。いや、もうね、素晴らしい女優さんなんですよ。ねえ、すごいっすね。本当に。申し訳ありません。いや、もうだからね、僕も後ろで見てて、よろしくお願いいたします。小林優でございます。それではやらせていただきますって言って、歌えるよっていうふうに入る、あの姿を見てると、うわ、この女優さんはすげえなと。かっこいい。もう本当に。本当に、なんかそんな風に真似をしていただいて、ありがとうございます。いやいや、それはね、監督のね、辛坊監督も言っていたんですけれども、小林優はすごいと。あれはね、見てたらファンになるね、っていうことをしきりに言ってて、ああ、そうですか、そうですか、って言ってて、で、僕、多分初めてお会いしたんだよね、このさよなら絶望先生でね。本当に申し訳ないんですけど、毎日だ。前に行かせたっけ？どうだった？嘘！おい、ちょっと、おい、スタッフ喜んでんじゃねえぞ。どうだったっけ？なんかですね、本当に、私は、ちょっとの、ね、オーディションでね、すれ違ったんだよね。違う？だってそれも違う。そこでも違う？嘘、それも違うの？嘘！え、南家のオーディションじゃねえの？私も受けた。受けた？うん、落ちた。まあ、この3人出てないってことだ。出てない。あ、もうみんなだ。あれ、あそこで初めて会ったんじゃなかったっけ？ちょっと、以前に、ちょっと神谷さんをお見かけ。見かけたんだ。お仕事現場に。え、仕事現場で一緒にやってた。何やったっけ。私は本当に少しだけだったので外にいたと思う。言っても大丈夫。何の番組だったの。プリンセス、プリンセス。あ、プリンセス、プリンセスか。あ、そうだ。おー、私もいた。いた。私もいたよ。いたよ。いたよね。だってね、そうだよね、りょうこさんの息子のうちの。そう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 、ミキさんとね、一緒にね、みんなで来たんだよね。みんなで来たっていうか、家族でね。あ、そうだ、そうが、そこで一緒に初めてだったっけ。俺すげえテンパって。皆さんはすごくお忙しかったから。お忙しくてね、頑張ってらっしゃる。私とかと会ってないと思う。会ってるでしょ。あれ、でも一緒にやったっけ、抜きじゃなかった。あれ、ゆうちゃんいたよね。いたってことは一緒にやったってこと、うん、でも人が多かったですから。多かったけどいたよ。妙に多かったんだよね。あ、そうですか。あ、じゃあ、皆さん見てください。プリンセスプリンセスの何話かです。何話だっけね。なんかみんなで楽しくやってた。そうそうそう、やらせていただきました。あ、そうかそうか。忙しい。そうそう、でもその時に、なんか、いっぱいおしゃべりとかしなかったから、多分挨拶制度だったと思うから。私も本当に他の方の後ろに並んで、ご挨拶の順番を待ってた。そうか、そうか、全然。どんな方なのかなっていうふうには、全然知らなかったから、その時、深くお話してないから。そうそう。だから、絶望先生で、なんか、ちゃんと、あ、小林さんってこんな人なんだっていうのを認識したので、あ、そうですか、それは大変失礼だし。そんな、もうとんでもありません。とんでもありません。